い、改めておはようございます。本記者会見は今年の最後になる記者会見になっております。今年1年大変皆さんにお世話になりました。まあ、牛串を振り返りますと、まず1月に木曽さんの優勝ということで始まり、そして、まあ、残念でございますが、12月の場所は、休場でございますが、まあ、聞くところによると1月の場所には非常に体調もいいということで、非常に私たちも期待をするということでございます。まあ、牛久の大きな問題としては、2月の泉谷さん、泉谷のエスカードから泉谷さん撤退ということで、まあ、非常に懸念されてございましたが、5月にタリアさんが、オープンされました。そして今、講和会、そしてさまざまな方より意見をいただいて、そのこれからの店舗づくり、今いろいろと、対策を行っていございます。牛久の人口はおかげさまで、昨年12月末で8万5022人だった人口が、11月末では8万5195人と、まあ、決して人口増大で歯車もございませんが、ただこれは大きな私たちの大きなこれから町づくりの力になるものと確信しております。これからも皆さんにいろいろかれましてもご協力などよろしくお願いします。あと最後にレーガーメなんですが、また皆さんにもまた来年もいいワインを作りますので、そして宣伝 PR の方よろしくお願い申し上げます。以上です。それではお手元の画面に従いまして進めさせていただきます。本日は領地とのお知らせ情報6件となります。1番目、平成30年、牛久市消防出雲式につきまして、交通防災課杉山より、ご説明申し上げます。こんにちは、市民部交通防災課の杉山と申します。よろしくお願いします。私の方からは、新年初めの行事であります、平成30年、牛久市消防出雲式について発表いたします。新年の1月6日土曜日、牛久市中央障害学習センターを会場にいたしまして、牛久市消防団および牛久市消防署によります平成30年牛久市消防出雲式を挙行いたします。牛久市消防団と牛久消防署員が年度にあたり式を新たにし、社会の安全を祈願いたします。式典は午前9時15分から中央障害学習センター文化ホールで第1部市長挨拶、来賓祝辞、消防団員の功労者表彰等を行いまして、続く第2部では午前11時から同じく中央署名学習センター駐車場におきまして、車両関越、総指揮者報告、機械系点検等を行った後に、午前11時30分頃から消防車32台によります市内約 2.5km のパレードを実施いたします。なお式典の進行状況によりましては、予定時間がずれましたり、火災等の発生、または悪天候などの場合には、式典の一部やパレードの中止になります、となりますので、改めてご了承いただきたいと思います。なお一つ追加がございます。中央障害学習センターのロータリーにおきまして、消防車の展示コーナーを一つ設けることといたします。消防署、消防団の車両計4台を展示しまして、市民の皆さんに豪華または用事を呼びかけたいと思います。以上です。あとは手元の資料に、当日の式次第と一番最後の試合パレードの走行ルートを明記しております。内容をご覧ください。です。続きまして第2番目、第42回牛久シティマラソンにつきまして、スポーツ推進課、樺沢園長でよりご説明申し上げます。教育委員会の、スポーツ推進課樺沢と申します。園長と申します。よろしくお願いします。では手元の資料をご覧ください。私の方からは第42回牛久シティマラソンの開催についてご説明させていただきます。日時、平成30年1月8日月曜日、成人の日。場所、開閉会式会場牛久運動公園体育館前。趣旨、目的、生涯にわたるスポーツ活動への参加のきっかけ作りに加え、
市民の健康維持増進を図るための運動の継続を推進していく場の提供及び市民の交流による連帯意識の高揚と地域コミュニティの醸成を図る、選手の、招待選手が27名、総申し込み者数4528名、10キロ一般1976名、10キロ車椅子10名、5キロ一般797名、3キロ中学生レース634名、2キロ小学生レース4年生から6年生が511名、ジョギングの部約 1.5 キロ500名、ウォーキングの部約7キロ100名、当日記録書を発行いたします。招待選手として毎年参加していただいている小森コーポレーション陸上競技部の選手、また今年も1991年東京国際女子マラソン優勝の谷川真理さんが参加予定となっております。また牛久市観光協会等から出展もあります。以上です。はい、続きまして項目の3番目、平成30年牛久市新年合唱晩会につきまして、総務課宮本太樹、よりご説明申し上げます。総務部総務課の宮本と申します。よろしくお願いいたします。私からは新年合唱晩会について、お知らせを申し上げます。日時は来年1月18日木曜日午前11時開会、午前10時30分会場となっております。場所は中央障害学習センターの多目的ホールでございまして、牛久市、牛久市議会、牛久市商工会、そして JA 龍ヶ崎の4社の取材によりまして開催いたします。内容といたしましては、立食形式による食事会でございまして、種類、アルコールの提供は一切ございません。関係者の方々には、事前にご案内をお送りして、受け取ったりしておりますが、当日申し込みによる参加も受け付けてございます。趣旨目的にご賛同いただける方であれば、参加に制限はございません。なお、会費は1名3000となっております。多くの皆様のご参加をお待ち申し上げております。以上でございます。続きまして、項目の4番目、牛久人人フォーラム2018につきまして、市民活動課飯島より、ご説明申し上げます。会場が午前11時30分となっております。場所につきましては、牛久市中央障害学習センターの文化ホールでございます。主催が牛久市、共催としまして牛久人人フォーラム2018の実行委員会、構成メンバーとしましては市内の女性団体が5団体と1企業と市内の4つの高校でございます。趣旨目的につきましては、男性も女性も性別に関わりなく個性と能力を発揮し、輝くためには子どもから高齢者までが手を取り合い支え合うことが大切です。今回このフォーラムを実施することにより、男女それぞれの人権の尊重と教育と政策の調和、ワークライフバランスを推進し、市民の共同による男女共同参画意識の醸成を目指すものでございます。内容プログラムとしましては、今回、テーマとしまして小さなつながりを大きな、広がりへということで、親から子へ未来につなぐ絆、男女共同参画の視点からということで、キーワードが絆となっております。で、午後0時40分にオープニングアトラクションとしまして、牛久市立下根中学校の吹奏楽部の演奏がございます。こちら部員が60名と大変多い人数でございまして、その皆さんが演奏してくださいます。で、午後1時5分に開会。で、午後1時20分から市内の、4つの高校に2名ずつ8名、ご参加いただいて、1000円分の昭和がございます。で、午後1時30分からステージ発表、水戸市の劇団、劇団茨城水戸黄門による公演絆ですね、茨城県民の歌をダンスにします。そちらの披露もしてください。で、午後2時15分から公演でございまして、講師が神奈川大学の外国語学部の教授、英語学部科であります大島紀明さんをお迎えしまして、問題が笑いのキッチン
つなぐ基本ということで、英語を交えた落語ですね、こちらと講演をしていただきます。で午後3時30分が閉会です。で入場は無料でございます。で当日はですね、11時30分会場をしまして、文化ホールの入り口および通路で、市民団体企業商店による展示販売を行いますので、よろしくお願いいたします。以上です。続きまして、項目の5番目、第4回牛久郷土かるた大会につきまして、牛久郷土かるたの会副会長の森と、障害学習課佐藤より、ご説明申し上げます。おはようございます。かるたの会の森でございます。今回は第4回牛久郷土かるた大会についての発表となります。日時は平成30年1月の22日日曜ですが、午前9時から午後4時半、非常に長いですけども予定しております。場所は運動公園オブアリーナを使わせていただきます。趣旨はですね、ここに書いてますように牛久市の歴史、文化、自然をテーマとした牛久郷土かるた、これを用いて牛久住民の交流をしながら共同愛を育み、かるた競技を通じて競技の楽しさを味わうということを目的としております。内容としましては、子どもカルタの部とそれから郷土カルタの部2つに分かれておりまして、子どもカルタの部は小学生以下、郷土カルタの部は年齢制限がなく、地域も制限しておりません。参加料は無料でございます。募集人員は各32組、1組2名になってますので、64名ずつの組になります。競技方法については団体戦2人1組ですね、という形でトーナメント方式でやろうという考えでございます。それと、ルールにつきましては牛久郷土かるたの競技方法というのがありますので、それに基づいて行います。県内の状況ですけども、水戸市、日立市、それから土浦市、それで有機ですね、この辺でも一応こういうカルタ大会をやっていますので、もうそれに習ってやるということになります。今回は4回目ですので、今まで3回ということをですね、1月年に1回ぐらい、やっておりますので、今後引き続きやりたいと思います。以上です。最後になります。会見などですね、テレスキーを行いますが、IOE 制度は損害保険会社との、連携協定締結式につきまして、政策企画課柳田よりご説明申し上げます。経営企画部政策企画課柳田と申します。よろしくお願いいたします。私の方からは IOE 制度は損害保険株式会社との連携協定の締結式の、お知らせになります。本日ですね、12月22日、記者会見後に、ここ、協議室の方で、連携協定の締結式を行いたいと思います。趣旨目的としましては、IOE 制度は損害保険株式会社さんが持っていらっしゃる、防災、災害対策、交通安全、産業振興、中小企業支援、これらの、情報やノウハウを生かした連携協力を行い、さらには同社の地域の町人仕事にかかる問題解決に役立つ支援メニューの活用を通じて、市民一人一人が安全安心に暮らせる町づくりを推進するとともに、地方創生の実現を目指すこととなっています。協定の内容としましては、地域暮らしの安全安心に関する防災・災害対策に関すること、産業振興・中小支援・企業支援に関すること、観光振興に関すること、その他地方創生に関する取り組みに関することとなっています。協定締結式では、協定書への署名・挨拶・写真撮影、質疑応答の時間も用意してございますので、ぜひ、記者の皆さんも参加していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。では本日の定例記者会見の方を終了させていただきます。